前走の、千葉ステークス振り返ってどうでした？そうですね、今までね、花行ってる競馬多かったんですけど、3番手5位から競馬できたっていうのは本当収穫のある一戦でしたし、もう時計内容とも本当にいいレースしてくれたなと思います。強いなと思いましたし、まあ、本当ああいう競馬できたってことはね、今後客室にねちょっとね幅が出たのちょっとは出たのかなというふうに思いますし、まあ、そういう意味でも本当いいレースをしてくれたなと思います。そうですね、レース後もねそんなに特にそのすごい疲れてるなっていう感じもなく、まあ、しっかり疲れ取り出し、まあ、競馬後のいつも通り疲れをちょっと取ってからしっかり乗り出すようにはしましたし、まあ、そこまで本当にめちゃめちゃ疲れてるって感じでもなかったですね。感覚詰まってますけど前走よりも上がってるんじゃないかというふうには思います。ナイターもありますし、この馬ちょっと今まで芝スタートの方がいいイメージがありますので、大井の深い砂でダートスタートっていうところだけがちょっと心配はありますけども、そこを無事こなしてくれて自分のね好意で競馬してくれたら結果はついてくるんじゃないかなというふうに思ってます。帰休後もすごくいい調教できてますし、まあ、その中で、まあ、だん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 こうしっかり目に見えて調子が上がってくる感じもありますし、まあ、ただ5ヶ月ぶりっていうのが初めての馬ではあるので、まあ、そういった面が競馬でね、どういう影響があるかっていうのは考えてはいますけどね。水曜日に、まあ、全体かなり早いとこをやりまして、で、まあまあ、そうですね、先週の時点ではすごく良、まあ、かったので、本当に競馬に行ってしっかりスイッチ入ってくれますし、まあ、そういう面では休み明けでも心配してないっていうところも実際ありますし、本当にこの去年1年充実した年を過ごしてくれたので、まあ、引き続きね、まあ、条件的にも金量的にもだんだんやっぱり背負わされて厳しくはなってきますけど、うまくね、今年指導してくれると、まあ、いいなと思ってます。ちょっと元気ないような感じだったんですけど、今はもう前の言ってた時のような状況に戻っていると思います。とりあえず体を一回戻してあげるということで、ケアしながらっていう。今日はもう単走で販路時計出てるんで、もうそのなりでいいなっていう、馬なりでだから最後まで動きは良かったと思いますよ。今まで通りのボスの動きやと思います。右回りの直線長いのは三鴨さんもいいって言ったんで、走輪に期待して頑張っていきたいと思います。キッキング任せて、もう向こうもねやっぱ今度は負けない負けに来るやろうけど、こっちも、頑張っていきたいと思います。一旦リフレッシュのために放牧に1ヶ月ほど出て、でまた戻ってきて調整してるっていう過程ですね。まあ、まあ相変わらずね調教は動く馬なんでね、うまく調整できてると思いますね、はい、馬なりなんですけれどもね、時計も出てるんでしっかり仕上がってると思います、はい、上がってきた様子拝見されてましたけどどうでした？まあもうね今年齢的にも一番いい時期に差し掛かってると思うんでね、まあ見てて安心感というか、まあ、そういうのはありますね、はい、そうですね、まあ、競馬はやってみないとね本当わからないんでね、まあ、キッキングに合う展開になるかどうかもわからないですけれども、まあ、コース慣れはしてると思うんでね、はい、本当にいい結果を出せたらいいなとは思いますけどね、はい、